当たり前だ。やはり機関の妨害が入っているか。僕の娘っていうのが本当だとすると、お前はそれも知らずにここに来たというのか。それは秘密にしておく。またか。すごいね。行くぞ。中鉢博士は我々研究者の抜け駆けをし、この世紀の発明の発表会へとこぎつけた。たっぷりとその考えを聞かせてもらうつもりだ。地震か。さっきと全く同時刻に到達できた。あとはおじさん次第だよ。分かってる。上か。サイリウムセーバーを例の場所に置いといてくれ。任せて。確定した過去を変えずに結果を変える。そのためにはまずはここだ。因果関係はわからない。だがここで俺がメタルーパーを出してしまえば、あの封筒に金属が紛れ込む可能性は低くなる。これは近寄らないでください。記者会見は予定通り始めますので、もうしばらくお待ちください。やはり、このシリーズあまり残ってないのに、マユシーは100円玉を切らしちゃっているのです。甘ったれるな、マユリ。たとえ幼馴染であっても金は貸さん。へえ。お前に今人生の厳しさを教えてやろう。なんだこれは。メタルだよ。レアなのか。レアじゃないけどね。すごく可愛いでしょ。ならばよし、くれてやろう。次。いいの、オカリ。法王院今日まだ。あ、すみません。クリス。どうして私の名前を。どこかでお会いしましたっけ。クリス。聞いてます。何なんです。質問に答えてください。俺は、俺はありがとう、オカリ。お前をだから助ける。これより8階ホールにて中鉢博士の会見が開かれます。入場は。待って、待ちなさい。まさか自分で自分を演じることになるとはな。基本的なタイムマシンの構造は配布した資料をご覧いただくとして。マユリの落としたウーパーをクリスが拾っていたのか。ここでは基礎的な理論のみ解説していくことにする。中橋の封筒は放っておいても飛行機の事故で焼けるはず。メタルーパー落としたみたいなので探してきます。あとは中鉢を追い払い、隙を見てクリスを気絶させれば。アイドルエージェントを送り込んでくるとは、ついに本気になったようだな。何の話だったんだ。俺に会ったとか。血のりが固まってる。そうか、長い間血のり部分は使わずにいたから、空気に触れて凝固し。何の用だ。あのね、これを考えろ。考えるんだ。何かあるはずだ。何か考えろ。中鉢を追い払うのは難しいことじゃない。問題は血のりだ。血のりの代わりになるものさえあれば。黙れ。よくも盗むなだと。そうだ、やめろ。誰だ貴様。混沌を望み世界の支配構造を破壊する者、そしてお前の野望を打ち砕く者。マユリ、何をやっていた。聞きたいか。我が名は王院強魔。メールしたでしょ。何弱気の分からないこと。メタルーパがないのです。お
前さっきのガキだな。落としたのか。なるほど、多分そういうことか。貴様ら示し合わせて私の会見を台無しにしようとしたんだな。そうか、そういうことか。パパ逃げて。断る。どうした、そのナイフは何のために持っているんだ。なんだと。ポーズだけか。この神に等しい力を持つ俺に恐れをなしたか。ふざけるな。さあどうした、震えているぞ。怖いのか。どこまでこの私を愚弄するつもりだ。結局貴様はその程度の男なのだ。実の娘の有能さを喜べないなど、貴様にはこの俺を殺すことはできない。絶対に、絶対にだ。落ち着け、あと少し。よくも殺して殺してやる。ただで済むと思うな。完全にそこを突きかけているのだ。見つけても売らないよ。1万あれば新たな未来ガジェットの部品を調達できるではないか。だから売らないって。外に出ていろ。これは間違いなく俺が見た。クリスだ。おじさん。さよなら。待て。している場合じゃないよ、おじさん。このままじゃ。頼む。おい、誰かいるのか。頑張れよ。これから始まるのは人生で一番長く一番大切な3週間だ。クリス。クリス。
無茶しすぎだよ。バカにも程がある。バカとはなんだ。計画通りだろ。簡単な止血しかしてないから、戻ったらすぐに病院行ってね。きついと思うけど、なんとか耐えてね。行くよ。どうしたの？顔が真っ青だよ。これはシュタインズゲートは誰も知らない世界線。鈴は。でもおじさんの理論が正しければ、論文は焼け、タイムマシン開発競争は起きず、第三次世界大戦も起こらない。私は一緒にいることはできない。だから先にお礼を言っておくね。ありがとう。また会おうね、7年後に。